非道明王先生からのお便り。音信不通になっている友人に久しぶりに電話をかけたいのですが、久しぶりすぎて何と声をかけていいか悩んでいます。何かうまい切り出し方はないでしょうか。まあ確かにね、あんまりこう連絡を取ってない人に連絡するときって、ちょっともう勇気いるっていうか、もうなんて声かけていいか全くわかんないもんね。ああ、すごい緊張する、確かに。まあ理由があればいいんだけどさ、理由がなくまあかけることもないけれども、理由なくかけろって言われたらちょっときついな。確かにちょっと。いやですがですよ、はい。まあ我々もそういうことにトライしていこうじゃないかということで、はい。まず僕らが手本を見せます。うん、そうしよう。はい。先生のためだ。はい。っていうか、まあ、ちょうど僕らもですね、連絡するのにこう、ご無沙汰になってる人が、一人いるんですよ。わかった。毎年秋になると電話をしている、あいつですね。カッパ。はい、ということで、1年ぶりの秋の夜長企画でーす。夜長くんに、秋のご挨拶の電話をしてみたいと思いまーす。あー、来たねー。ただね、今年は一個あの問題が、はい、浮上しまして。なんでしょう。あの、夜長くんですね、土曜日の25時ですね、はい、今まさにこの文化放送で流れてるこの時間なんでございますけれども、はい、裏番組やってます。嘘でしょ。本当に？そうなんですよ。どうやらやってるらしくって。全然知らなかったんですけど、去年はやってなかったんでしょ？去年はやってなかった。今年から始まったらしいんですよ。レギュラーをやってる？やってるんですよ。ちょっと待ってくださいよ。こっちは、あれ、こっちだってレギュラーですよ。そうそう、一年レギュラーだから。そう、秋レギュラーです。そうなんですよ。いやー、けしからんですな。まあ、裏番組実はやってるということなんですけれども。はちょっとできないんじゃないかなと。なんでしょうね、それね。でも代わりってなると、まあでもいるんです。いんの？いるいるいる。与那君以外に？はい。豊永君。秋の豊永。俺意外とありだね。ありなんですよ。豊永君は本当だ。うん、秋の豊永君本当だ。そうそう。あとね、はい、秋の豊崎。ん？秋の豊崎、うん、うん。もしかして、もしかして。うん、もしかして、スリア？あ、そう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 。豊崎秋ちゃんの。そう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 。豊崎秋ちゃんに電話しようか。秋ちゃんに、秋ちゃん、うん。秋でダジャレ、よろしくって言える。秋の一発ギャーグ、どうぞっていうの。無茶ぶり。そう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 。秋ちゃんには、でも秋ちゃんもできそうだけど。うん、できるよ、きっと。いや、でも、ちょっとちょっとな、忍びねえな、それ。まあね、しかも一回も電話したことないしね。うん、そうですよ。ええ。そうなので、ドキドキ。それこそドキドキしちゃうね。ドキドキするんですよ。だからちょっと気軽に電話できる。うん、まあ、1年に1回ですけど、電話するのは。うん。与那川くんでいっかっていうことで。与那川くんでいいですか、ね、今くん、与那川くんに電話しています。あ。もしもし？もしもし。ああ、与那川くん。ああ、与那川くんだ。どうもどうも。お疲れ様です。お疲れ様です。神谷です。小野ですよ。あ、どうもです。あ、どうもどうもどうも。あ、そういえばさ、ちょっと前だけど武道館ライブありがとね。あ、いえいえ。カッパで出てくれて。素敵だったよ。ねえ、本当にね。今何してたの？今は家で、お酒飲んでて、ちょっと、酔っ払ってる状態です。うん。酔っ払ってる？ちょっと酔っ払ってます。僕、お酒弱いんですけど、ちょっと、カッパッパ、ルンパッパだ。ああ、キザクラね。ああ、そうなんだ、飲んでんだね。さすがだね。そう、どうよ最近、トリグラムの活躍は。ああ、何やってんの？トリグラムの活動としては、三人とも、この間の波川さんと柿原さんのライブを見て、いろいろこう、ちょっと刺激を受けるものがあって、ダメだなと思いました。なんか、もう、自分足んねえなと思いながら。足んねえな。何が足んない？なんかね、やる気とかこうパフォーマンスやる気があるだろうよ。誰よりも与那川くんやる気あるじゃないか。そうだよ。その辺は大丈夫だよ。そうだよ。ねえ、いや大丈夫だよ。もっと自信持って。うん、そういえばさ、はいはい、なんかあれなんでしょ、 DJS の裏番組やってんでしょ。そうだよ。ごめんね、電話しちゃって。大丈夫ですよ、全然。大丈夫なの？大丈夫なの？全然、そう、問題ないです。今日は。本当に？うん、そう、全然問題ないんで平気です。今日はって、レギュラーでしょ？ねえ。レギュラーなんですけど、
いらんすよ、そこら辺はもう、全然大丈夫、気にしないで、もう。あ、本当に、はい、まあでもね、うんうん、そっちは始まったばっかりだけど、こっちは5年のね、レギュラーだからね。そう。ええ。ユナ君ね、5年目なんだって、今回。うん、5回目。気づいてないかもしれないけど、うん、この番組の秋レギュラーになってるからね。あれ、そんなに大きくなっちゃったの、ね、そうなんだよ。そうだよ。誰よりも長いレギュラーなんですけど、よろしくお願いしますよ、本当にね。そういえばさ、はいはい、まあ、なんで、こう、電話したか分かってるよね。そうですね。うん、まあ、なんかもう、秋の季節。ですよね、そうなんです。やっぱりね、1年に1回はね、どうしても聞きたくなっちゃうんだよ。そうなんだよ、ね、ということで、あれがないとね、ヨナ君の秋の夜長ギャグ、お願いしてもいいですか。頼みます。もう大丈夫ですか、僕のようななんかギャグで。いやいやいや、夜長くんじゃないとダメなんだよ。やっぱり夜長くんのね、そうだよ、夜長ギャグ聞きたいんで、よろしくお願いします。わかりました。じゃあ行きたいと思います。秋といえばもみじの季節ですよね。もみじの季節ってもう短いよね。寂しい。ありがとう、じゃあねー。ありがとう。なんつったの今。短いよねー。もう短いよね。もう短い。面白い。ブラボー。さすがだな。5年目を迎えてですね。いや、半端ねえなー。まあでもお酒も入ってるからね。さすがだよねー。うーん、やっぱり、ね。でもすぐ面白いの聞きたいな。もう一回出ましょう。よし。うん、聞いた瞬間爆笑するやつ。そうね。そうね。もう一回出ましょう。そうね。ちょっと考えちゃったもん、俺今。あれですよね。だから、座布団はもらえるけど、即っていうのはなかったですよね。確かに、確かに。聞きたいね。いや、次、小野くん、頑張って。お、じゃあ。もしもし？もしもし。モスモス？あれ、突然切れましたね。そう、ごめん、ごめん、ごめん。いや、でも急に切れちゃって、俺たちもずっと切るつもりはなかったんだけどね。いや、最高よ、長くん。ありがとう、ありがとう。あ、よかったです。うん。はい、でね、でさっきのね、さっきの秋ギャグね、うん。ちょっとわかりづらかったかななんて思っちゃったんだ、俺。いやね、よく考えたら最高に面白かった。うん。あのね、電話切った後ね、みんなで爆笑したもん。うん、切った後ね。切った後、ね。そうなんだよ。切った後爆笑してたんだよ。でもやっぱりさ、うん、やっぱ夜長くんクラスになると、聞いた瞬間爆笑みたいなのもあるはずじゃん。そうなんだよ。うん、やっぱそういうの聞かないと、やっぱ秋がさ、うんうんうん、越せない気がするんだよね。確かに。どんどんそうか、うん、うんうんうん。そういうのをお願いしてもいいっすか。じゃあ、頑張ってみますけども。はい。うん、お願い。ちょ、うん、お願い。はい、じゃあ、小野 D さんと神谷さんのお願いなので。あざっす！やったね。じゃあ、秋の夜長ギャグ、お願いします！はい。スポーツの秋ということなので、俺の代わりにホームラン打ってくれて、サンキュー、野球、卓球！以上です。サンキュー。サンキュー。野球、卓球そうですね。三段活用みたいな感じです。なるほど、なるほど。三段活用ね。そうか。高度だね。高度なテクニックだね。なるほどね。三段活用ね。ちょっとそういうのも入れてみようか。やっぱり、三段活用とかやっぱ使ってくるもんね。夜長くんクラスになるとね。やっぱりね、半端ねえっすよ。世界レベルだな。いやー、やっぱりね、三段活用っていうぐらいだからね、ギャグもね、もう一個用意してると思うんだよ、僕は。そうか、ね、間違いなくね。ないよ。もう一個、またまた、夜長くん。もう一個あんじゃねえかなって僕は睨んでんだけどね、その辺。確かに。どうすか、夜長さん。ない、ない。もう何が起きても知らないですよ、もう。何があっても知らない。知らない。すごいぞ。ああ、これは。もう、最悪、夜長さんのコーナーなかったことにするんで大丈夫です。そうですね。その時は大丈夫です。もう最悪なかったことにできるんで、大丈夫です。はい。はい。じゃあ、もう今年最後の秋の夜長ギャグ、うん、お願いします！チャス！いきますね、じゃあ。みんなー、これに、秋の夜長をネタを、俺に、くりくりありがとう、また来でーす、バイバーイ。バイバイ、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 バイバイです。
ということで、ヒロ先生も僕たちみたいにたとえ裏番組に出ていようが、勇気を出して電話してみてくださいね。うん。